ドクターナブの研究所。はいはいどうも、ナバドス。今日はですね、前回に引き続き、足場の検証です。これ、追加情報をいただいております。どうやらジャバ版でやるみたいですな。あはは。ということで、このジャバ版で、検証したいと思います。今度こそ、謎のテクスチャを召喚しますぞ。うん。少々長いので早送りや、カットをしていきます。あと少しですかな。おーおーおー、上々ですなー。うん、これ以上は置けません。はい、マイクラの最高高度です。あとはこれを一気に崩すだけ。うん、とっても簡単な調査ですな。今度こそ謎のテクスチャを出してみたいと思います。うん、ちゃっちゃと下に行って壊してみましょう。雰囲気は統合版と比べても負けておりません。よし、やりますかな。おーおー、なんか綺麗ですなー。しかし謎のあれは出てますか。あー、出ていない。くっそー、なんで負荷が足りませんでしたかな。難しいですなー。もっとめちゃくちゃな負荷をかけないとダメとかですかね。あ、なるほど、めちゃくちゃな負荷ですな。はい、さっきのワールドは消しました。ふっふっふっ、私にはこれがあります。見てなさいよ、足場め負荷をかけてやりますぞ。しかも、生ぬるい負荷とはレベルが違うやつを。これです。世界すべてに足場を置きます。ふっふっふ。楽しみですな。いっけい。え、めちゃくちゃ遅い。嘘でしょ。あ、これでも一応。すごい負荷を与える世界なのです。だからワールド作成も遅いのですな。ちなみにこれ早送りしているんですぞ。しばしお待ちを。遅い。イラ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 。まだ。おーおー、出た。なにこれ、これはやばいですな。あー、動きがめちゃくちゃ重い。どうもー、足場のナバです。これだけ足場を置いたら、壊し放題ですな。これはやばいですもんなー。はい。とりあえず一番上に来てみました。結構な眺めですなー。うん、ちょっと気持ち悪いかもです。よし。これが全て崩れたら、私のパソコンは壊れちゃうかもですな。重い、負荷が半端ないです。どういうことを。ちょっと怖いんですけど。やば。なんかとんでもない街に来てしまいましたな。街？うん、街なんかありません。あ、眠い。パソコンが重いから、寝てしまいますぞ。頑張れ私。私には寝る時間もないのです。だから、突き進むしかありません。え、世界が途切れた。ダメですって、もう検証は終わりにしますかな。はい。カスタマイズ機能恐るべし。
なんか牢屋に閉じ込めた経験があります。大丈夫ですって。ほら、こんな場所は、私には効きませんぞ。うん。あれ、村人さんのお家？おお。どうなっているのか。ああ、なんかごめんなさい。ごめんなさいっての、謝ってるでしょうに。もう。何これ、出にくい。やばいですなぁ。こんな風になるなんてねぇ。足場すごい。え、なんか壊れた。なんで、あれ、この世界での奪い合い、なんで落ちないのさ。は、やっぱり対象が大きいですからねぇ。もはやあれですな。何のブロックなのかもわかりませんな。そして、やっぱり重い。落ちないし。でもねぇ、優雅に一日を過ごせますぞ。こんな世界はダメですけどねぇ。周りの足場がサポートしてるから、落ちないんですかね。これも呪いの一種ですな。まったくもう。いっつもスーパーフラットだと、呪いが出ますな。はぁ、謎のテクスチャも出ないし。世界は重くて疲れるし。なんか世界自体も変だし。そして、眠いし。うん。はい。ジャバ版でも出ませんでした。でもねぇ、変な世界はできましたな。うん。だから私は満足ですぞ。安心して眠りにつけますな。あははは。ああ。なんか操作がまともにできない。もう。やっぱり足場は怖いですな。うん。ほらね。ちゃんと動きません。マイクラが重いのか、私のまぶたが重いのか、もう、わかりません。足場恐るべし。そういうことですな。あはははは。